山田のデータのガチャ始めるぞ。ミルド、ミシルド。ちょっと前にですね、小学生相手ならサッカー勝てるんじゃないっていう企画をやりましたよね。はい。やりましたね。はい、結果どうでしたか？ボロ負けです。なんで負けたと思いますか？観念の差。おっしゃる通り。もちろん我々はね、何もしないんで、まあ真面目に練習してるんだったら小学生相手でも全然負けれるなって、そんな当たり前のことに気づけたんですけど、はい、この世界にはそんな努力の差を肌の体格だけで覆せるスポーツがあるんですよね。そうなんですか？そんなのがあるんですか？私たち今日シーフォース三河のユニフォームを着ております。わあ、ありがとうございます。背負ってるシーフォース三河さんがプレゼントしてくれました。ありがとうございます。そう、バスケットボール。おお、はい、出ました。バスケットボールは正座のノッポが活躍できるスポーツなんですよ。まあ、言いますよね。あ、まあそれはその通りに感じる。見てください、今目の前で大きい声出してて撮影の邪魔してる小学生たちを。小さすぎです。年相応でやんので、しかもですよ、小学生のバスケットのカゴって、はい、大人よりもだいぶ低いんですよ。おー、はい、ちょっとね、遊んでもらいましたけど、お二人だったらもう楽勝でダンクができる。ダンクできますね。なんでシュート率は 100% なわけですね。そうなりますね。まあやっぱりこういう体格で勝る相手、彼らはこれから戦うことがあると思うから、うわ、こういうやつに負けたんだよな、悔しいっていう思いを胸に今後成長していってほしい。すいません、はい、こういうじゃなくてこういうってやってください。え、間違えた。こういうじゃない。こっち。あなたから見て、こう。わかりますか？いや、僕、こいつらの 60% に分かってるよ。何何、半分負けてるよ。過半数負けてるよ。まあ、今回シンプルですよ。はい。はい、まあ、ね、岡崎市のバスケットボールチームさん、ネイビーホークさんですね。はい。ガチ試合をいたしますと。はい。ということでございまして、まあ、基本的に今回作戦は、まあ、お二人にかかってる。まあ、レバルは両方やるからね。うん、さあ、頑張ります。お二人はゴール下でボールもらって叩き込む。はい。はい、リバウンドは全部拾う。はい。それだけ。余裕。そして、我々のチーム、芝生さんが、今ちょっと故障者リストに入りにしてて、はい、5人しかいません。はい。つまり、ワイプファールで退場してしまうと、そこから先4人でやらないといけなくなっちゃう。おい、おい。ちょっとファールには気をつけてください。相手小学生なんで、やっぱ、ね、フィジカル的なゾーンがあると、死んでしまう可能性がありますので、はい、僕も気をつけたいと思います。はい、大丈夫。はい、どうでいいの？ゆまる気をつけて。いや、俺は本当にね。本当に、ゆまるは本当に。まあ、相手もね、多分それ分かってると思うんで、対策打ってくると思いますが、まあそこは、そこが違うんでね、気合い潰してやりましょう。はい、それじゃあ、もう早速試合です。はい。頑張るぞ。Thank you.
入んねえな、なんか。こんな接戦になる。じゃあ、だから、ショート入れないと。ちゃんと、ね、詰められるからね。足がすごいわ。背が 1.5 倍。プレイ中 1.5 倍。伸びる。よし、なるべく通るか通らんか分からん長いパスやめよう。絶対ない。そうだね。普通にこうやって落ち着いて、高いボール投げれば絶対取れないから。取れるか、こっちが。こうじゃないんだよ。これで。確かにね。ポイって取れるから。対空時間投げなんだからでしょ。そう。ちなみにね、今、向こうのチームがタイムアウト取ってるんですけど。はい。こっち、監督いないんで、タイムアウト取れません。フリースローが一番やばい。5秒オーバータイム。誰か、なんだよそれ、言えよ誰か。まずいって。もう丁寧に両手でしっかりダンクしていこう。一回手上げ。一回手上げて。オールド一回手上げ俺。オッケー。俺らも信頼してパス出すからね。ゆったりパス。行きます。
ゴール前はこのパスいいけど関係ないところこれは多分よっぽど取んないもったいないねもったいない時間出そう身長高いからもらいに行ってあげようはい、いけるよ行きましょう頑張れはい、3号ターン行きます6番回ってるよし6番いない、6番いや Thank you.
点取られるわ。穴作ったら余裕でいかれる。あの外から打たれて入っちゃうのはまあいいんだけどね。なんかパスミスの間にペンペンがマジで省エネで点取られそう。確かにな。でもね、パスのさ距離感全く合わないね。頑張りましょう。しょ。いけるよ。ラストだ、ラストラスト。いやもうパスした方が早いやんって思っちゃう。いやもらったらじゃあ2秒とかの会話して、いや届かない距離にいるよねやっぱり。うぅあ、じゃあちょっと上がろう。Yeah, yeah, 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 ye
入ったな。ナイス、仲間の力だ。外すなよ。結果は46-24。ああ、そうですか。ほぼダブルスコア。ダブルスコアですか。小学生上にもいたな。上にもいたよね。上にもいた。でも小学生数多かったよね。多いし、俺より大きい人いるよね。大きくて速くて多いね。バスケ経験者のヘキド君に総括を聞いてみると。何だったのかっていうね、あのオールコートでディフェンス来るところは向こうの作戦でしたね。多分パス回しができないからっていう予想で、多分もうスタートからディフェンスガチガチだったね。そうだね。そう、そこで多分パス回しが弱かったかなって思います。もう最初から投げるとこめっちゃ難かったもん。そう、あと基本やっぱ慌ててたのがでかいっすね。慌てるさ、そりゃ慌てるよ。目の前に3人いたら試合なんていう場所でこんな応援いたら緊張すんだよ。え、本当無理なんだね。これは何回やってもこうだ。これは絶対こうだもん。何も勝てねえ。練習してる小学生何も勝てねえ。出るやつは強え。打たせればいいって打たせたら入れるもんね。そうだね。この作戦もダメ。しかし、いい経験させてもらいました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。参りました。参りました。